ほら発音です。発音の1の授業でワランジャの L と R の違い、そういう授業をしました。そのビデオの時に3組の間違いやす難しい発音の違いを見ていきましょうとか言ったんですけど、実際もう1個あって4つ紹介したかったんですよ。4組、その4組多分ねもっといろいろ出てくると思うんですけど、今日はその中から2つやってみようかなと思います。もしかしたら時間によっては1つになっちゃうかな。1つかもしれない。1つずついこうか。だから今日はまずそこの発音の違いね、私もまだ難しいのたくさんあります。なので今日は私も皆さんと一緒に頑張ります。だからブルーノ先生に教えてもらいましょう。じゃあブルーノ、2つの単語教えてください。まずメオ、メオ。今2つ単語言ったの。1つ目はプリメロ、メオ、私の所有格の私のっていう意味のメオで、2つ目はメオ、メオ、メオ、メオ。ハチミツ、ジャベレ。メオ。カタカナで書くとメウなんですよね、私たちにとっては。でもね、ポルトガル語ではまず1つ目はメオ、もう一度メオ、メオ。2つ目はメオ、メオ、メオ、メオ。Qual a diferença? Meu fala com o U mais fechado, né? Meu, né? Mas fala mais U. 私の一つ目の私のの方は U なんかもっと口が O に近い、あんまり開かない。メオ、そういう感じ？メオ、メオ、で？メオ、で、オートル、メオ、ファラ、メル、え、メル、多分ええがちょっと違うよね。メがもっとメ、メオ、メじゃなくてメ、でしかもウのところが私ののやつはウだけど、ハチミツの方はエルだから。メオ、なんかメオね、下がメオ、上の方に行く感じなのかな。メオ、メオね、下がラランジャの時にやった時みたいにエルの発音の時って、下がね、口の上の方に行く感じ。メオだからメ、メ、まずエが違うね。私のはメ、ハチミツの方はメ、もうちょっと開く感じ。ね、もう言ってしたらね。まあどうかな、ちょっと練習してみよう。ボンプラチカね、プリメ、私のメオ、メオ、でハチミツの方メオ、メオ。どうですか。まあゆっくり聞くと違いなんとなくわかるよね。わかりますよね。じゃあ最後に聞き取れるかどうかちょっとテストしてみよう。じゃあね、1番からクイズ、1番から6番までメッセージペグンですね。ブルーノに順番にどっちかを、私のかハチミツかをどっちか言っててもらいます。聞き取れるかどうか私も一緒にやってみよう。じゃあ1番目、メオ、メオ。ハチミツ？どう？メオって言わなかった？ハチミツ、メオ、イエーイ。メオ、メオ。
どっちでしょう。え、はちみつかな。メオ。メオ。イエーイ。三番目。メオ。メオ。ああ、私のだ。ああ。ちょっとメオ。メオ。ちょっとなんかあの音が暗い感じがする。メオ。だからってやば。口隠された。じゃあ四つ目。メオ。メオ。どっちだろう。え、難しい。え、私の。ああ。出せ。せん。やった。私のだって。4番目をね。次、五。メオ。メオ。どっちだろう。メオ。ハチミツ。メオ。じゃあ最後、最後。セイシ。メオ。メオ。メオ。ハチミツ。あ、セットトゥール。どうでした？どうでした？みんな。すごい。トメロラン。おめでとう。難しいよね。でもね、会話の中になって早くなると、あの聞き取りとか発音するのも。メオメオ。難しい。私のハチミツ。メオメオ。メオメオ。まあそんな感じ。じゃあ次回の発音の授業では他の単語します。じゃあね、チャオチャオ。バイバイ。